こんにちは。爪めっちゃ可愛いで。見て、爪めっちゃ可愛くない？メールを変えました。10本全部チップつけて長さ出ししてもらってめっちゃ長いよ。めっちゃ可愛いない？爪可愛いからこうやってしてるだけでなんかすっごい可愛い子に見えて嬉しいです。なんかこんなして、今回こそはキティちゃん4ヶ月ぐらい連続で痩せがやめようって思ったら、こちらに爆買いキティちゃん乗せちゃいました。ということで、やばい、喋るたびにこう爪出てきたらいちいち可愛いとか思っちゃう。じゃん、どうですかこのおしゃれな服。すごい、ケプラーがドンキホーテとコラボしてんけど、ドンキホーテさんからギフトいただきました。ありがとうございます。ほわーんとしたキラキラした加工が施されてます。メンバーの名前が入ってるジャージがあって、これももらっちゃった。これ光る上下ジャージ。今日はロナちゃんが一日お留守番しに来てます。トレカケースとトレカみたいな、こんな感じできらめきさせて推し活したいと思います。ケプラーのサイン会に行ってきたので、またその動画を見ていただけると嬉しいです。活動期間は2年半って決まってたグループやってんけど、マシロちゃんとイエソ、その2人は卒業しちゃうねんけど、7人体制で活動が続くらしくて、9人体制が最後やったから、サイン会にやっぱ行こうと思ってって言ってきてんけど、そのサイン会の動画です。てかさ、同じ悩みの人おらん？日焼け止めさ、自分いつもいいよっても爪かわいい、家おっても外おっても塗るんやけど、いつでも絶対塗るのが顔とここと首の後ろを塗んねんけど、ここ塗ったらさ、ここめっちゃガッビガビにならん？髪の毛、襟足の毛が日焼け止めついてガピッガビでいじりすぎちゃってめっちゃ毛抜ける。ほうき痛いもん、これ刺さったら。サイン会行ったんですけど、サイン会がスタートする30分前に入場できて、番号を引いて、その30分の間にカメラセッティングしたりとか、自分の席座ってやねんけど、なんだかんだ時間がなくて、もうカメラのセッティングで精一杯で、めちゃめちゃメモ帳に伝えたいことを書き上げてたのに、翻訳アプリやって耳にやってカタカナで書き起こしたりしたけど、もう時間足らなすぎて全然無理やった。大反省会いつもやねんけど、でも楽しかったです。最高でした。まあそんな感じで動画見ながらあれしたいと思います。カメラセッティング30分かけてやってんのに、結局メンバー来た瞬間、あ、ほんまにこれで合ってるかなみたいな感じでガチャガチャになっちゃって、ダヨンが一番端っこで、ヒエがこう目の前みたいな感じやってんけど、ヒカルちゃんが一番左ってめっちゃ遠かったよな。ちょりんさんとりんすみだとりんせんくちょまいくちょまいあにゃんせよくっぽいみがヒカルちゃん、イエス、マシロちゃんやってんけど、ソンさんにはまあまあ取れてんけど、ユジン、シャウティン、ジェヒョン、ヨンウン、自分がもう真正面で被りすぎてほんま何も見えてないねんけど、一応動画には映してるんでちょっと見てみてください。この日はサノク音楽番組にも行きました。隣の初対面の人に、このビデオカメラって写真ってどうやって撮るんですかねみたいな相談をしてたんよ。ほんならヒエがその話をしてる時に気づいてくれて、どうやって撮んのやろ、動画撮りながら写真無理なんかな。ヒエが手振ってくれてんけど、自分のこと気づいてくれてると思って、後ろ誰もおらんねんで、誰もおらんのに、え、私ですかみたいな感じの反応して、ヒエ気づいてくれたって思ったら、조명어때요조명어때요かわいい。ヒエってほんまにかわいいんよ。歌声も好きやし、ヒエの優しい部分も好きやねんけど、結局2年半通い詰めて毎回言ってんのは、ヒエかわいい。これは嬉しい、気づいてくれた。これよ、金魚だ。いやね、結局ほんまにかわいいんよ。これは多分自分の前の人にファンサービスしてくれてるヨンやねんけど、ヨンかわいくて、こっち見てるように見えるから使いました。ヒエはサイン会が始まるギリギリまでファンサをしてくれるの、ほんまにかわいい。かわいい、かわいい、マジでほんまにかわいい、マジでかわいい、かわいすぎる。どうなってんの。今回ほんまにちゃんと撮れてなかったから許してください。ちょっとすごい伝わりにくい。
ヒョウ柄のネイルにガングロキティちゃんをつけてたんよ。じゃあめっちゃ似ててん、ネイルが。サイン会の時に自分もそのネイルでヒカルちゃんも似たようなネイルやったから、ネイルめっちゃ似ててテンション上がってんけどみたいな言ったら、そう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 、可愛いと思ってちょっと真似したみたいな言ってくれて、えみたいな、嬉しいって思って。推しにネイル真似されるなんて嬉しいんです。母性が芽生える可愛さなんですけど、エイリアンのデザインがあってカルちゃんっぽいなって思ったから、好きやからな。前回のサイン会に頼んでか届くのが間に合わへんくて、ずっと温めてたやつをやっと持っていけて、もうトイレとかに敷いて敷いてみたいな、ラグっつったら一緒に寝るからとか言って、可愛いやん。ポストイットはケプラ全員で休みがあったら何をするっていう質問にしたんよ。即答でチェジュ島やって、ヒカルちゃんがサインとそのポストイット書いてくれてんのに、自分がさ動画見返して気づいてんけどさ、ガングロキティ可愛いよなみたいな、自分もそろそろ替え時やわみたいな話をしてんねん。絶対すごい話が飛躍しまくりすぎてて発作出てた。っていう楽曲でカムバックしてんけど、それのカムバックショーケース、曲を出した日にやるちっちゃいライブみたいなのがあってんけど、それも行ったよ、2週間前ぐらいに。てかカムバックのショーケース行ったでみたいな言ったら、見た見た見たみたいな言ってくれてんねんけど、自分はもう泣きすぎてさみたいなとか言って、もう泣いちゃったみたいな多分言ってんねん。無意識やでとかやってんの映ってて。ほんならヒカルちゃんが、パパとママがゆうかちゃんとアイちゃん見つけたよって連絡くれたみたいな言ってて、あのヒカルちゃんのお母さんとお父さんが見つけてくれたらしくて、すっごいいいカムバックのショーケースで、もハンカチをしっかり濡らすぐらい泣いたショーケースやったから、見てもらえてよかったねみたいな話をしつつ、何の話を最後したかもう覚えてないねんけど、まあまたねありがとうみたいな感じで終わりました。で次イエソ、イエソに対して伝えたいことがあったけど、それの翻訳がすごい難しくて、一文だけ翻訳してカタカナで書き起こしてメモ帳を持ってて、全然なんか伝えれませんでした。でもなんか可愛かった。イエスの日本語が可愛いよな。ポストイットを見てくれて、私たちいつもチェジュ島行きたいってみんなで話してるんですよみたいな言ってて、絶対行ってと思いつつ、みんなアイドルに対して言いたいことちゃんと伝えれてる子すごいなって思う。韓国語を、まあ、まず喋られへんからカタカナで書いて読むしかないやん。全然できひんかった、それ毎回できひん。イエソのこれからの未来がすごい楽しみでたまらないよ、応援してるよみたいなことを言ったよ。マシロちゃんと同じ事務所のマシロちゃんと2人で卒業するからデビューするのかなとは思ってるけど、生の若いしアイドルし続けてくれるにしろ、演技をするにしろ、そういう表舞台には立たないにしろ、まだまだやん、これからまだまだやん。だからすごい楽しみやなと思って、それだけ伝えたいなと思って、応援してるよって言ってっていう感じで終わりました。もうテンプレな感じやねんけど、皆さん本当にすごいと思います。なんかこれさ、よだれかけの質感に見えてきた、ここで次マシロちゃん、K-POP ドッグのインタビューさせてもらってんけど、インタビューできるのギリギリまで知らんくてさ、いつもと違う感じやったから緊張しちゃったみたいな、仕事だったからみたいなの、マシロちゃんが言ってた、あお疲れ様ですみたいな感じで入ってきてくれてんけど、多分自分が仕事やからっていうのですごい気を使ってくれてたっぽい。突然オタクがインタビューなんてさせていただいて申し訳ございませんって感じなんですけど、
マシロちゃんもチェズ島で全員金払うから行ってきてほしい。人に優しくするのもマシロちゃんのすごいいいところやけど、そこマシロちゃんにはもう幸せになってほしいなと思って、もうマジで幸せになってなみたいな。でなんか自分この後言ってんのよ。でもなんかうわ泣いちゃうと思って、でも何も覚えてない。自分が多分さセンチメンタルな状況やったからって思ってた。多分マシロちゃんが多分気を使ってくれて、すごいなんかノリでお互い幸せになろうねみたいな言ってくれて、いい人。なんかこの子ほんまに幸せになるべきやだって思う。いつも笑顔で、すごいもういい子やからほんま幸せになってほしいし、ほんま応援してるわって感じです。誰で次からサイン会の映像を流しつつ自分がアフレコする感じにしようかなって思ってんねんけど、同い年やねんけど、もうその衣装が似合いすぎててほんま可愛いみたいな、もう自分そんなん着られへんみたいな話をしてて、世間話に来るババアみたいになっちゃってんけど、なんかライブも行きますよっていう話をしつつ、あの笑顔で話してくれました。で次シャオティン、自分が入場するときと退場するときの自分がどういったタイミングしか見えへんくて、もうシャオティン打つのほんま一瞬ほんま可愛かった。シャオティンがすっごい日本語頑張って聞こうと話そうとしてくれてすっごい嬉しかった。で自分が履ける一瞬可愛い。シューティングスターが始まる前にシャオティンが真ん中の形からスタートするんだけど、もうシャオティンが打つたびに綺麗すぎて、佐野くんのときも違うアイドルのファンの人もうわーみたいな言うぐらいすごいみんなが綺麗でびっくりしてたよっていう話と、あと中国のバラエティ番組に最近出てたから楽しみにしてますっていう話を言った。でチェヒョンポストイットが違う場所に貼ってて申し訳ないところからスタートしてんけど、ケイコンのインタビューのことを覚えてくれてて、ケイコンの話をしたりして、かわいい。チェヒョンって最後の最後まで目見てこうお見送りとお迎え入れをしてくれるから、ほんまなんかアイドル。でヨンウンね、ヨンウンなめっちゃ可愛かったんやけどさ、自分が被りすぎてな、自分がなんでこう耳つけてるみたいなってんだけど、ほんま誰が嬉しいみたいな。ヨンウンの香水がめっちゃいい匂いすぎてそれだけ買ったっていう話をして、めっちゃいい匂いって言ったらこう嗅がしてくれんのよ。そういうのがさファンが嬉しいよな。ヨン可愛かった。この日カラコン多分超でかくて可愛かった。失礼いたしました。突然別部になりました。で次ヒエ、は行った瞬間どっかで見つけた話をしてくれて、なんどこやったっけな忘れちゃった、ほんま色なんかおるから分からへんねんけど、あ見つけたよみたいな話をしてくれて、ヒエにもちょっと伝えたいことをカタカナのカンペを読んで伝えたら、めっちゃ話を聞こうとなんか可愛い顔でしてくれてんけど、多分伝わってるか分かれへん。いや他のメンバーも結構なんだかんだ見てたらずっと喋ってんねんけど、いつも結構サイン会の話覚えてんねんけど、あ今日は絶対伝えようって思ったらめちゃめちゃ忘れてる。何の働きもしてない頭すぎて。でもほんまにヒエはいつもすごい話も聞いてくれようと頑張ってくれるし、心優しい子でした。可愛かった。次だよ。最初行った時に韓国語でバーって喋られてんけど、ごめんわからんと思って、じゃあ日本語でゆっくり話してくれてんけど、この前 K-CON のインタビュー K-POP ドックでさせてもらった時にダヨンが一番最初に部屋に入ってきてすごいびっくりしてたから、 K-CON のインタビューびっくりさせてごめんねっていう話をしてて、芸能人ですねって言われてなんかこのドンキのコラボが、ダヨンがドンキホーテのテーマソングをいろんなとこで歌ってたらついにドンキホーテとコラボできたみたいな感じだと思うんよ。ドンキホーテのケプラーバージョンがあんのよ。ジャングルだーってあるやん。それのケプラーバージョンがジャングルだーっていう、ほんまにすっごい心優しいジャングルだーやなんよ。そこが自分は好きやから、ドンキコラボおめでとうみたいで、ありがとうございますみたいな、ジャングルだーって言ってる時にお時間でって言われたから、あバイバイっつって帰りました。サイン会が終わって、今からちょっとみんなが写真撮ったり一曲披露してくれたりみたいな感じやねんけど、カルちゃんはファンの人からもらったプレゼントとか被り物とかサイン会あるあるのやつあるやん、ちゃん
とかぶってそのファンの人の方向いて写真タイムを設けてくれんの。絶対にほんまにすごい。自分が渡したラグを中身なんて開けるの大変やん。前靴渡した時もそうやったけど、わざわざサイン会で開けてくれて出してくれてこっち向いて喜んでくれるの、ほんまそうね、やってくれんのよ。開けてくれる、開けてくれる。あの、ほこりかぶってる。あー、よかった。かわいい、ありがとう。若月さんのブランドのトートバッグ、ちょうどいいサイズでしっかりしてたからそれに入れて渡したんよ。じゃあそのバッグをすごい気に入ってくれてた。でもずっと置いてたから、ごめんほこりかぶってるからあれやばーみたいな言ったけど、なんかすごい気に入ってくれてた。ケプラのファンの人でいつもメンバーのことをすっごい可愛く写真撮ってくれる人がおって、このサイン会の退勤のヒカルちゃんの写真を載せてたんよ、ツイッターに。それを見たら、このさ、トートバッグ持って帰ってくれてて、めちゃめちゃ嬉しかった。こんな感じで持って帰ってくれてたよ。ありがとう、ほんまに。写真使わせてくださいって言って許可いただいたんですけど、ありがとうございます。その写真見て知ったから、めっちゃ嬉しかった。マシロちゃんとイエスを、ほんまの姉妹みたいに仲良くて、これからもなんか仲良い二人見えたいなって感じ。チェヒョンとシャオティンが超いい。そうです、そうです。シャオティン、かわいい。好きになっちゃう、こっち向かれたら。こっちもお願いします。かわいい、厚かましい、かわいい。好きになっちゃう、かわいい、最高。いつも行ったら絶対に2人くっついてくれてこっち向いてくれんのよ。かわいいねんけど、ほんまかわいいわ。チェキサインのプレゼントみたいなサイン会でやってて、こう整理番号を読んでいくやつがあって、そういうの当たらんから自分、あ、おめでとうございますみたいな感じで思ってたら、よーい、18番手前の隣やみたいな、おめでとうございます。シリバンゴゲン、次。やーい、英語本。わあ。17番。18、17。次？じゃあ。次やん。10本。6。思ったら全然関係ない番号出てきて終わった。次。1本。全然当たりませんでした。컨셉이？컨셉？그자기가지금하고있는걸로하자。いけてよかったなと思った。9人いるのもケプラやし、これからもケプラやし、9人みんながファンの人に向けて頑張ってくれることって変わらんと思うよ。活動を続けるのってほんまに簡単なことじゃないと思うし、めっちゃしんどいと思うね、 K-POP アイドルとか。しんどいことばっかりじゃないと思うけど、大変やのに笑顔で活動してくれてすごいありがたいなって思う。やのにさ、こっち向いてとかさ、すいません、ほんまにありがとうの気持ちでいっぱい。だってさ、最後に日本でさライブやってくれるってさ、ありえへんと思う。だからうちらが経済回した効果が出てんのよ。うちらがこれからも経済回すしかない。経済を潤してケプラちゃんに頑張ってもらいつつ、うちらの心も潤していくしかない。自分で潤して、またこう、金は天下の回り物やから。デビューしてから今日迎えるまで9人のケプラを応援できてめちゃめちゃ良かったなって思うし、楽しかったし、めっちゃ幸せな気持ちいっぱいなったし、こういうオタ活みたいなすることなかったから、めちゃめちゃ楽しかったし、9人のケプラを応援できてめちゃめちゃ良かったなって思うけど、今までとちょっと違う形になるけど、みんなが一人ずつやったって絶対どこにおってもさ、キラキラ輝いていけると思うねんけど、やっぱさ、ダイヤって磨いたらさ、もっ
っとキラキラ光るからさ、絶対どこにいても輝けるポテンシャルをみんな持ってて、絶対どこにいてもキラキラ輝いてるけど、もっと自分たちができることってもう結局応援しかできない、応援しかできんって応援する側はめっちゃ思うけど、それがいっぱい積み重なってすっごい大きい力になって、いろんなことだってファンの自立までこうプレゼントできたと思うし、こう応援してる側にいるとめっちゃ魅力に感じるけど、応援してもらってる人はそれがないとどんだけパワーを持ってても最大限に発揮できんかったと思うから、みんな輝き続けると思うけど、押し合わせる時に押せるとか言いたくないんやけどさ、押せる時に押しててめちゃめちゃ良かったなってめっちゃ思うし、ずっと応援した9人がちょっと形が変わってしまうっていうのはめっちゃ寂しいけど、新体制のケプラーもやし、今後のマシロちゃんとイエソの活躍ももう絶対にいいものになると思うから、めちゃめちゃ楽しみやなって思う。悲しい気持ちはもちろんありつつ、これからのみんなの活躍がめちゃめちゃ楽しみ。まだまだ頑張ってくれちゃうのって感じやん。9人それぞれが選んだ道、楽しみやなみたいな気持ちがいっぱいあるから、お互い成長して違う場所で輝きながら、なんかまた一緒にこう関われてる姿を見れたらいいなって思います。応援しててよかったし、ケプラを応援したことがすごい誇りに思うし、こんな応援できた自分が誇らしいもうかっこいいと思うもん。日帰りでサイン会ってライブも行ってお仕事で回してもらえたり、もうすごい自分が誇らしいと思う。100点満点自分そんなケプラの方が120点満点ももう大体満点やけど、寂しい気持ちはあるけど、こう笑顔でなんかお見送りできたらいいなって思うけど、絶対数時間後大号泣してると思う。ということでライブに行きたいと思います。あんまケプラーのみんなは2年半ファンのためにほんま休み暇もなく駆け抜けてくれて、ほんまにほんまにありがとうございました。幸せなファンしかおらんかったと思う。また活動がいつか。バイバーイ。